おはようございます。鈴木直美です。今週も家づくりのモヤモヤ始まりました。皆様よろしくお願いします。今日はゲストに実際に鈴木で家を新築された波平さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけども、はい、実際家建てるときって、やっぱり悩むこととか不安なことってたくさんあったと思うんですけど、はい、一番最初どんな悩みとかありました？やっぱりまずはお金です。お金ですか？はい、はい、具体的にどんなところ不安というかあれだったんですか？そうですね、退職までにちゃんと払い切れるかどうかっていうところを心配はしていました。はい、実際にそれの不安を解消するために、はい、なんか本を読んだりとか、はい、いろいろ相談されたりとかあったと思うんですけど、はい、なんかどんな行動から始めていきました？ですね、お金の問題をまず自分の中である程度片付きましたのは、鈴木さんで家を建てることを、はい、決めまして、はい、それでもうこんだけいい家できるんだったら、頑張って働こうかと思いまして、自分の中で半分ぐらいお金の問題解決しまして、はい、それで実際にいろいろ家づくりの相談を鈴木の風見さんにしていただいている中で、ローンのこともいろいろ教えていただきまして、はい、それで私と神さんの中ではかなりその問題はもう解決しました。はい、なるほど。はい、うちの風見のアドバイスが少なからず役に立ったという感じですね。いや、かなり役に立ちました。かなりですか？はい、安心できました。あ、本当ですか？はい、 ありがとうございます。いえ、こちらこそ。はい、実際にうちで建てることとか、はい、風見の方とかの内容について、ある程度悩みが解決したっていうんですけども、どっかポイントとかありますか？ここの時点でお金のことがトータル的な心配が消えたとか、ローンのここが一番本当は心配だったとか。ですね、お金と申しましたけれども、はい、かなり漠然と、はい、こんなに大金払い切れるのかなというところがあったんですけれども、不安感みたいなやつですか？はい、ただそれに見合うだけの家が手に入るんだというような、自分なりの確信を得たところで、はい、いっかと、これぐらいかかってもしゃあないか、頑張って働くかというような。なるほど。はい、似たような形でだけでいくと、はい、1000万ぐらいで買えちゃう家もあったり、はい、2000万超えたり3000万超えたりとかバラバラですからね。そうですね。はい、どこで、安い家だと言いつつも、はい、安くないじゃないですか。気軽に買えるものじゃないじゃないですか。そうですね。はい、お小遣いでみたいなことにならないですよね。はい、はい。そういうところの、買っていいかどうかみたいな不安だったりした感じですか？ですね。いや、値段もそうなんですけれども、高いからといって本当にいいかどうかっていうのもわからないっていう心配も、そうですね、はい、はい、ありまして、ええ、それで鈴木さんだったら大丈夫だと、もう、はい、ここにかけようと。なるほど。私の中でそういうのがありましたので、はい、神さんもそうですけれども、はい、はい、ちなみに奥さんの納得ポイントとかっていうのは、はい、なんか違う目線で何かあったとかありますか？いや、ほとんど一緒でしたね。はい、へー、はい、どういう家にするか、あるいはどういうところに建てていただくかっていうところで、はい、話が対立したことはなかったですね。あ、そんなすんなりだったんですか？はい、ご主人の方が、はい、いや俺がこうだって言ったからいいだろうみたいな感じではなくて、なんとなく二人で、そうですね、二人で、いいねいいねって、かなり、はい、自分の中ではスムーズにいったかなと思ってるんですけど、神さん、はい、実はどう思ってるか。本当は、ちょっとわかんないですけれども。なるほど。はい。はい、家づくりをしてる途中というか、はい、お話とかが進んでった段階で、今まで知ってた常識と、なんかだいぶ変わってて、なんかびっくりしたこととか、なんかそういうのってありました？そうですね。
断熱材ですとか、耐震性ですとか、はい、あのそれまではあの家作りについて、ほとんどあの考えてなかったですので、はい、こんなこともあるんだ、あ、家ってこんなことまで考えて作られてるんだっていう、かなりほとんど全てのことが驚き、もうの連続でした。なんかこうなんて言うんでしょう、ここの常識的なものがなんか、はい、崩れ去ったみたいな、なんか具体例とかありますか？そうですね、あの崩れ去ったと言いますか、あの、はい、そうですね、やっぱり一番の驚きはあの、はい、断熱材を入れることでどんだけ変わるんだっていうのを、あのお話ししていただきまして、それまであの断熱材の存在などは知ってたんですけれども、はい、まあそんなに気休めだろうぐらいに思ってましたので、本当にそんな効くんですかっていうようなことでしたね。あとそうですね、耐震性もそうですし、あの、はい、防火対策ですとかそういったところも、はい、まあ、そんなん、うん、まあぐらいにそれまで思ってたんですけど、いろいろお話聞かせていただきまして、あ、違うんだ、すごいんだというふうに思いました。はい、そうですよね、はい、まあ、今あの私の車がですね、はい、ちょっとエアコン壊れてまして、はい、ちょっと厳しい状況なんですけど家がこれだったらちょっと許せないなとか。そうですね、はいはい、まあ、今ってやっぱエアコンとかこう、はい、結構よく使いますか？あのよく使うというか、はい、あの全開で使ったりとか。そうです、あの今年の夏すごく暑かったですので、結構使いましたけれども、はい、それ前の家が、まあ、あのいわゆる団地だったんですけれども、はい、全然そのエアコンがフル稼働頑張ってるなっていうことがあまりなかったですね。やっぱり保温性がいいからなのか、はい、はい、そうですね、それはすごく感じました。それ結構まあ、あの冷房もそうですけれども、冬場もそうですね、あの部屋全体が本当に暖かくなってるっていうのを、あの感じました。なんて言うんでしょう、こう今まで前のお住まいと比べて、はい、こう寝る時の格好が変わったりとかっていうのはどうですか？はい、寝る時どころかもうあの部屋にいる格好もちょっと一枚冬場だと、あの少なくていいような感じでしたね。はい、はい、まあ、私もまあ、建て替える前とかっていうのが、はい、あのすごいもう隙間風のある家だったので、はい、ダウンジャケットとか家の中で着てたんですね。で暖房がかけても行き渡らないというか、はい、で、まあ、新しくやっぱ建てまして、はい、でこう薄着になっていくじゃないですか、はい、どうしても薄着になっていて、はい、で今だとトレーナーぐらいで冬で過ごすんですけど、はい、やっぱそれで過ごすと寒い日がいっぱいありますよね。そうですね、でもやっぱり全然前と違いますね、はい、部屋用にといって買っていたなんですか、ちゃんちゃんこみたいな、なんか薬器みたいな、ああいうものが今の家ではいらなくなってしまいましたね、はい、もう全然使ってない感じですか？そういうもうもこもこしたものは、はい、あんまりと言いますかほとんど来てないですね今。はい、あ、じゃあそのちゃんちゃんこみたいなやつは、はい、あれ外出かけるときに着れたりとかしますか？ちょっとこれ外で着るとっていうようなやつですので、はい、今眠ってます家で。なるほど、はい、サウナぐらいにしか使えないですかね。かもしれない。はい、はい、あとは住み始めてからなんか気づいたこととかありますか？そうですね、やっぱり一番がその冷暖房の効きがいいことですね、はい、はい、あれ電気代とかってどんなイメージありますか？ですね、電気代もかなり安くなりました。前ははい、ガスと電気を併用してまして、今オール電化なんですけれども、はい、で部屋の数も増えましたし、はい、いろいろエアコンの数も増えたりしたんですけれども、前よりもそのトータルの額が安いですね、はい、前の家のガス電気合わせたものよりも今の電気の方が結構安くなってるのは驚きでした。あ、はい、太陽光って載せたんでしたっけ？いや載せてないです。あ、何もなくですね、はい、
ああ、省エネっていう意味だけで。はい、そうですね。はい。ああ、それは効果ありましたね。いや、もう、財布に優しいです。はい、ありがとうございます。はい。そろそろお時間になりました。はい。お相手は鈴木直美でした。また来週。